ニラボートークよいしょ。はい、バッタモン会です。小林博之です。ゼブレン松井です。バッタモン山下です。お願いします。さあ、動画のコメントにお返事しながらトークしてまいりましょう。はい、よいしょ。さあ、行きましょうか。よいしょ。コメントはアイドルマスターサイド M 山下ジローさんの手相についたコメントでございます。手相だ。アイマスサイド M のキャラのだったんですね。他のアニヤモさんの動画や山下さんのコスプレを見ていて、キー学園アニメの先生キャラのコスプレかと思ってたので謎が一つ解けました。コスプレ動画楽しみです。ありがとうございます、ね。まあ先生のキャラでもあるっちゃあるんですね。まあ先生ですね。学園アニメではないですけど、はい。続きましてアニヤモトーク、ジローちゃん嬉しいですと。ありがとうございます。ジロトン、さあ、ジロトン、小林さんの乱道志郎さんの見たね、その資料さん。小林さん、女顔負けの可愛さや元のお顔から女顔なんだけれど、やっぱり可愛さのメイクを重すぎますとかしら。小林さん笑い取りそうなと思ってたもん。小林さん、女顔負けの可愛さや。さあ、もうせせらぎがなんか言いそうな。俺で一句読んだやつがいるんだろうね。俺で一句読んだやついねえよ。皆さん、誰が届いてるんですね、コメントじゃなく。お待たせしました、はい、マミカさんについたコメントでございます。はじめまして。リクエストはレクリエーターつながりで小林博之さんにセレジアユピティーニャのコスプレを挑戦してほしいのです。なんとなくやってみたい。ああ、セレジアさんはいいキャラですよね。さあ、続きまして、はい、変装だけど内緒とか、はい、山下さんが山下さんをやった動画でございます。い、待ってました。おじさん感がベストマッチングですね。ありがとうございます。マッチング江戸さんですか。マッチング久しぶりに聞きますね。江戸さんからのね、はい、山下さんね。続きまして、タッキガーノアさんの動画についたコメントでございます。はい、ざっくりと、ロシア連邦の方の国から来ましたというコメントです。内容はちょっとわからない。ロシア語で、うん、ロシア語でね、あ、ごめんなさい、ベラルーシだ。ベラルーシから来ましたって言われてます。ベラルーシから来ましたってロシア語で言って挨拶されたんだ。そうです、単純に来ましたっていうことね、うん、だけのコメントでございました。ありがとうございます。ベラルーシ。続きまして、山下さんが山下さんをやった動画でございます。山下さん、イケメン、イケオジ、男装も素敵ですね。ありがとうございます。そうですよ。いや、ほんと、こういうコメントは本当にありがとうございます。今週は興味持ってます。山下さんの、山下さんについたコメントは以上でございます。あ、終わった。もう来てません。あ、3枚3枚3枚ナイス。よし、決まうかよ。ナイス。今週の注目アニメ1個目。ああ、おお、はい、続きまして、活劇最終話、鶴舞と三日月の戦闘シーンのイケメンさんと、最後のカネさんと国広が走り出すシーンでひたすらに号泣していました。ナチュラルにみんなイケメンだなとアホな頭で見ていたので私は楽しめました。ありがとうございます。頭で、ね、続きまして、ヒロアカ37話、ナス姉さん、お帰りなさい。ヤオモモですね。可愛いモモ、尊いです。ありがとうございます。尊いってよ、尊いってよ。ミヤオ東京117、カネさん、声大丈夫ですか。お大事にしてください。ちょっと長引いちゃいますね。もう治んない一瞬、はい、続きまして、前回すごい大手術をして笑うのがきついから、あのなかなか見ないようにしてたけどやっぱり面白いですねってコメントをくれた方ですね。で、松井さんだけハブられたと思いきや実は松井さん推しですというコメントをくれた方です。あら、はい、素敵。どうしよう、お見舞い行った方がいい。あ、でももう退院してるのああ、じゃあお見舞い行けない、残念。また入院したら教えて、ね、方のコメントです。続きも読んでもらえてよかった。質問です。ヤンピーさん、どこまで髪伸ばすんですか。そして小林さん、おでこはどこまで下がるんですか。風に任せてる。松井さん、蝶ネクタイは見つけ次第購入して送ります。ああ、嬉しいね。夏木ねえや、はい、喉は大丈夫ですか。ダメです。早く治りなすように。龍角さん、パッパッ。龍角さん、前決まってないと思う。振られてますよ、塩より振られてます。龍角さん、常連。龍角さんって前って治るんですか。あー、会社が溶ける溶けちゃダメじゃないですか。金が来てるんだよこれ。はい、続きまして、ありがとう、ここまでかコメントお邪魔します、はい、これは解散ですね。解散なんですか。はい、正解です。コメントお邪魔しますか。いや、聞かれても皆さんは元気です。そこはカタロカタちゃん、カタちゃんだわ。台本送って改めまして、皆さん、本番はベルトをしないとズボンが履けない風花です。そうだと思った。痩せすぎたよ。すごいね。私は最近ゲームセンターにある三国志大戦というゲームを始めました。三国志という中華の話がモチーフのゲームです。夏姉さん、お大事に。ありがとう、かたちゃん。ちょっとシャシャシャってことだ。かたちゃんも太ってね。太ってね。ねえ、うん、
健康診断のために痩せていってるみたいな話をしてましたよね。カドちゃん吹いてました。吹いてるんだ。タバコ吹いてって何？タバコ吹くなよって注意できないもんな。ピューって言うね。煙出てるから吹きましたよ。みたいな投資の小林博之のコスプレメイクができるまでです。はい、アニメ進撃バッハソウルコスプレお願い。バッハバッハバッハソウル大神を見るがよい。バッハバッハバッハソウル、バッハソウルってのは進撃のバハムートバージンソウルの略ですね。ただ今週で終わりました。進撃のバハムート、だから美味しい。いや、うちに。ああ、そうか。王様どうなった？見た？そうだ、イケメン最後まで見てないですね。イケメンな王様抱かれてあれ好み、はい。続きまして、カシュウくん、刀剣乱舞のホダルマルをぜひお願いします。嫌です。ホダルマルです。続きまして、ホニカ、ホリカワくん、さすがです。ホリカワ初長いで山巻に組み切るをぜひお願いします。山巻に衣装送ってください。続きまして、小林さん、みらちゃん可愛い。同じ刀剣乱舞のホタルマルをぜひお願いします。もうこいつ同じやつなんですか。続きまして、ヤゲンホテルマン、ヤゲンかっこいい。ぜひ今度ぜひホタルマルをお願いします。ホテルマン、あ、すごい物量作戦だ。はい、衣装と面を送ってから。イエー、ホタルマルってどうなんだっけ。こういうこうこうい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 うチャンネル登録よろしくお願いします。そんなやつ。あれなんだっけ。食べたらいいよ。あとですか、ちっちゃいのに、ちっちゃいのにの大きいな方のみたいなやつでした。そう、あ、ね、まあ同じ方が4連続でコメントをくれてます。チャラい兄ちゃんが撮れるからさ、今日似てんじゃねえかよ。そうや、正解でした。そうや、完全正解。兄ちゃん合ってたわ。兄ちゃん言う通りだわ。似てますね、似てますね。そうなのよ。これでいいか。これね、じゃあやりました。これ見ました。全然色味も、ね、合ってるし大体、まあ、ちょっとね、うん、はい、正解。続きまして、ちょっとコミカルで面白かったな。カラコンの選び方、あの花のメンマコス。そうです、そうね、カラコンの選び方、うん、そうでしたね。そうだったんですよ。2年前の動画にも返事ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。見てくださってほしいね。ありがとう。117、男の子は小林さんです。もっと小林さんの松井さんのコスプレが見たいです。あ、嬉しい。松井さんの名前も出たぞ。やったぜ、元気100倍ねえ。違う違う違う、 YouTuber だとしよう。俺は YouTuber やってた。あ、そっか、 YouTuber やったね。あ、ホタルマル、ホタルマルだ。口のすぼめ方、ちょっとキュッてなってた。でもキュッてなってたんだよね、口は。ちっちゃかった。こっちは可愛らしい。こっちはバッシワの数、シワの数。まあ、いい感じですね。小林さんと松井さん、需要があるそうで良かったですね。わっしょい。はい、続きまして、ジャバミさん、顔の輪郭がもう少し殺すぞ。ジャバミ海子だ。殺すぞ。アンチですか。殺すぞ。アンチですか。で、それに対して、そう、気分を阻害してしまったらすみません。あくまでも意見です。なぜ言うのかな。ちょっと広くないな。キッズだからかなって感じだね。多分ね。キッズだからね。だから、まさかの悪気なかったら一番怖いよね。悪気あった方がさ、うん、ういって戦えるけどね。だから太ったねとか言っちゃうタイプの人だもんね。じゃあ気分を返したので何かお詫びをくださいいや、手を緩めない。攻めの手を緩めない。まあでも、はい、冗談ですよ。みだれちゃん、はい、みだれちゃーわーん、ちゃーわ、ちゃわん、みだれちゃわん、壊れたちゃん。おー、みだれちゃんではないでしょ。みだれちゃんだけど、みだれちゃんが顔出してくるんだけど。続きまして、やげんくん、はいはい、アンスタやってほしい。やりまてー。なんでやりまてー。アンスタがアニメになったらもしかしたらわからないけど、今すごい予定はないですね。やおよろずさんの出そう。おっ、ヤホモちゃんは確かに真面目ちゃんですよね。そこは好きです。ねえ、いいよね。真面目ちゃん。真面目ちゃん。爪の話まで。爪の爪のことは把握してないです。続きまして117。はい。ヤマピーはいつまで髪の毛伸ばすんですか。クリスマスくらいに急に切るんですかね。お、決めてるの。そのどこまで決めたか。髪ができたらとかよく髪伸ばしてる。髪型できそうかな、こいつ。なんかできそうですよね。気持ち悪いな。どこまで行く。別になんか意識があるわけ。そう、腰までとかさ。まあ、腰までは行きたいような気がする。腰まで行くそうですよ。あの方。どうしますか。すげえ嫌な顔されてる。よし。いろいろ挨拶があるの。挨拶がギャグになってきたけども、なんだ。続きまして、ちょっと面白いんだよ、二郎さんとの出そう。おう、偶然うすらありました。でもアイドルにはなれない芸人です。ええー、偶然がうすらあったそうですけど、すごいね。疲れるってことでしょ、アイドルに魅力があるみたいな。キャーキャー、それからやっぱ人をね、キャーです。寄せつけるタイプだと思いますよ、素敵。はい、
さあ、こんなところで通常のコメントは以上ですね。ありがとうございました。いやいろいろと髪バサバサバサ、いろいろとじゃねえよバサバサバサ、いろいろとじゃねえ。横に髪かき上げるなんとかなんない、後ろじゃなくて横に来るのかね、当たるんだよね。たまに俺当たるからね、電車とか一緒に乗ってると当ててんすよ、気持ち悪い。はい、まあ、ここからは不相談のコーナーでございます。やったー。